皆さんこんにちは。プランテックインターナショナルの田島と申します。今日、島さんとはですね、いろいろなプロジェクトで実は一緒にやらさせていただきまして、実はこの中にも私どものお客様の会社さんもいらっしゃっているということで、今日は島さんの方から依頼を受けまして、海外の建設プロジェクトの話をちょっといくつかしてくれないかという話だったんですが、今日ご参加いただいた方の中で、会社の中にですね、なんか建物のプロジェクトチームに入られた方っていらっしゃいますか？新築、あとは、それから、まあ皆さん、あれですけど、ご自宅を建てたことがある方とか、そうですよね。いろんなやり方、実は建設プロジェクトあるんですけども、大体一番初めにお声掛けするのは、施工者さんとか、ゼネコンさんなんかに、海外で建設やるとき、どんなことになってるのって聞きながら、いろいろプロジェクトの FS やったりとかですね、企画やったりとか、最後施工お願いしたりっていうのが、日本の会社さんの一般的な、スタイルなんですが、実は私どもはですね、ちょっと違う視点で、そういった建設プロジェクトの支援をしているということで、こんな会社もあるんだなと、こんなやり方もあるんだなということで、今日ちょっといろいろ知っていただければいいかなということの今日テーマです。で、一番初めに我々の会社の紹介を少しさせていただきたいと思いますけど、ちょっとイメージ崩れてますけど、私どもですね、もともとのオリジナルのカンパニーは、今から29年前もこの4月でですね、30年目になりますけど、プランテックアーキテクト、プランテック総合計画事務所という日本の名前ついてますけど、建築の設計事務所が、母体となった会社です。普通設計事務所というとですね、先ほど皆さんご自宅やられた方っていうのは設計士さんがいらっしゃったりとか、もしくはマンションをやったり、オフィスビルをやったりということで、そうデザイナーの人がいたりとか、いろいろな設計士がいるんですけども、私どものお客様の実は、過半 50% 以上が、ものづくりのメーカーさんです。でメーカーさんとお仕事していると何が多くなるかというと、工場ですとか研究所ですとか、そういった、仕事が非常に多くなってくるんですが、工場研究所っていうのはですね、簡単にただ箱を作っておしまいですとか、デザインさえ良ければいいというわけにはいかず、我々どこまで踏み込んだかというと、中の生産レイアウトをどうやって改善しようかとか、もしくは、研究のやり方をどういうふうにやったら、よりアウトプットが多くなるかといったようなところまで一緒に考えながら実は設計を始めたんですね。でそこはもうすでに設計、としての機能は逸脱はしているんですが、そういった設計をする前の段階の、コンサルティングをする会社として立ち上げたのが、このプランテックコンサルティングという青い会社です。ですからここにいるのは建築士以外の、要は、メーカーの現場にいた方が入ってきていただいたりとか、もしくは志麻さんみたいな、物流が分かる方がいらっしゃったりとか、それから、不動産が分かる人間がいたりとか、もしくはエネルギーの専門家がいたりということで、一般的に企業の内部でいろいろ悩みながら作って、フィジビリティスタディをしていくときに欲しいタスクフォースとしての、リソースが集まっているのがこの会社です。で、プランテックインターナショナルというのはですね、このコンサルティングと設計の部門を海外のプロジェクトでサービスしようということで立ち上げました。っていう形でね。あと、ちょっと日本ではもう、3つあるんで、これは今回ちょっと関係ないんですけど、おまけですけども、アセットファシリティーズという日本では、設計事務所が設立させた唯一の施工会社というのを私ども保有しています。一般的に施工会社っていうと、施工会社の中に設計部門があるんですが、我々は逆でですね、設計事務所が施工会社を持つとどうなるかということで、立ち上げまして、これは何かというとですね、全ての、見積もり、例えば業者さんの見積もり書、3社から電気工事屋さんから見積もりを取りましたと、設備屋さんから見積もりを取りましたと、それ全部お客様にオープンにさせていただいて、原価を全部見せた上で上に我々のフィーを乗っけて契約をするという CM アットリスクというやり方なんです。また後ほど説明しますけど、そんなやり方をやっているちょっと変わった施工会社です。
それと、今ちょっとここはお手元の資料が多分綺麗になってると思いますけど、クオリクスというグラフィックを作ってる会社があります。そしてあとファーストキャビンというホテル、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、羽田空港のとかそれから、大阪ですとか東京ですと秋葉原と最近築地の方にオープンしましたけど、カプセルホテルの、ラグジュアリーなカプセルホテルを我々が企画してプロダクトしてオペレーションまでやっています。まあそういうことでですね、もともとは設計事務所なんですが、設計事務所で、培ったいろんなアイデアをいろんな形でサービス提供している、まあ、グループカンパニー、ホールインカンパニー、そしてプランテックグループのプランテックアソシエイツという会社があるというのが、まあ、我々の会社のバックグラウンドになります。で、設計事務所なんですけども、これちょっと私ども、必ずご説明するんですが、普通設計士っていうと自分が作ったものを作品って呼んでて、なんとか先生が作った作品だと、じゃなくて我々はですね、作品と呼ばずに、プロジェクトと呼びましょうと。要は一つのあるファシリティに対して皆様方の会社が投資をして、そのリターンを得るという一つのプロジェクトに我々は参加しているということを、ちゃんと宣言しますと。それからもう一つ、よくこうかっこいい建物を作りましたと、なんかこういうデコレーションってなかなかいいデザインだねっていうのではなくて、デザインというのはいろいろな考えた、そういったアイデアが集まってですね、出来上がった結果としての形だというふうに捉えて、デザインといえばソリューションと言いましょうということで、これは我々社内の人間全てがですね、そういった造形ではなくて、そこに全てのロジックを組んでですね、形を作っていこうというのが我々の会社の基本的なポリシーになってきます。で、ようやくインターナショナルとか説明になりますけども、プランテックの海外ネットワークですけども、日本がもともと起点ですが、プランテックインターナショナル社としては本社は香港になります。で、今現時点で、ベトナムに2拠点それからタイに1拠点、これは現地法人化しております。それから、欧州はイタリアのミラノにあるんですが、この春、4月から5月にかけて、USA のオフィス、それから続いてメキシコのオフィスを、設立する予定です。で、国は書いてございますけども、まあ、ASEAN、それから、米国、メキシコ、ブラジル、あとは東欧、欧州あたりですね。このあたりはもう実際に建設プロジェクトのご支援をさせていただいた、まあ、そういった実績の方がございます。で、ほとんどのプロジェクトに私絡んでますけども、約8割が、まあ、日系企業さんの海外での建設プロジェクトのご支援という形ですね。もともとはですね、何から始まったかというと、1980年代の終わりぐらい、アメリカの方に日系の自動車系のメーカーさん、サプライヤーさんがこうドーンとこう出てですね、生産拠点もこういっぱいサプライヤーさん作られたんですけども、その頃のご支援が、きっかけで我々の海外プロジェクトが始まって、約30年間ぐらいですかね、自動車系のお客様を中心に、こういった実績の方を積み重ねてきたというのが私どもの、歴史になります。で、業務スコープはですね、もともとやっていた建設マネジメントとか設計とか、その辺と、グラフィックとか CG を作っている部分、それから中小企業のお客様なんかは自社でなかなか調達できない生産設備とか、そういった資材なんかの調達のお手伝いですね。それから進出の時に例えば不動産とかマーケティングとかそういったコストとか企業立地を調査してくださいといったこと、それから志麻さんともいろいろ協業もしますけども、こういったサプライチェーンの、お手伝い、その他コンサルティングとしては BCB とか省エネとか、そのようなところもやっているというところです、はい。で、私なんですけども、こんな会社の背景の中で、飛び回らさせていただきまして、大体ですねプロジェクト数でいうと、これ実際に建ってる建物が大体65から70ぐらいのプロジェクトやらさせていただきました。で、建設予算だけでなんで投資予算ではないですけど、大体合計すると1200から300億で16カ国ぐらいの、海外のプロジェクトをやらさせていただきまして、それ以外にコンサルティング業務っていうと建物建っていないフィジビリティスタディなんかすごくいっぱいあるんですけども、大体これぐらいの実績を持っております。で、何やったかっていうと設計もやりましたし、
プロジェクトマネージメントとかコンストラクションマネージメントといったマネージメント業なんかもやっておりまして、まあ、今日はですね、せっかくこういう機会いただきましたので、まあ、私の実体験の中からいくつかの、トピックを出させていただいて、すでに建設プロジェクトやっていらっしゃるとですね、まあ、こんなことよくあるよねって話も踏まえながら、あの初めての方はそうなんだというふうに思っていただければいいと思います。はい。で、ここからやっと本題なんですけども、一般的なですね、生産設備、工場と呼ばれるものの、イニシャルコストとライフサイクルコストの、まあ、大きな試算のガイドってありまして、これ何かというと、例えば、10億円の工場を作ると、工場を立ち上げてからそこにいろんなものを、入れてですね、まあ、エネルギーのコストですとか、まあ、回収のコストとか、まあ、そういったものをずっと積み重ねて、その工場がなくなるまでかかるコストっていうのが、まあ、ライフサイクルコストっていうんですけども、だいたい10億の工場に対して、その後ランニングコストも含めて、だいたい100億ぐらい、皆さんだいたい10倍の投資をずっとこうしていって、最後建物っていうのはなくなっていくとよく言われています。どうぞ。で、これ何を言いたいかというとですね、例えば最近話題のその省エネルギーの話をよく言われるんですけども、イニシャルコスト、事業予算上イニシャルコストがですね、どうしても上限が決まっていて、我慢をしてしまったがゆえにですね、後になって響いてくるインパクトっていうのは非常に大きくなる可能性がありますよっていうような目線で見ていただければいいかなと。つまり何かというと、初めのコストをもうちょっとかけておけば後々後悔しないで済んだねっていう話が実は意外と眠っていてですね、まあ、初めのプロジェクトをやっていた方と実際に使われる方が実は違うものですからなかなか気がつかないんですけども、建物のコストというところで見ると、初めの段階できっちりと経判断しておくというのは、後々の経営に対してすごくインパクトがあるということですね。で、よくあるんですけども、うちはもう、すごいこう入札をして査定もしているんで、結構安くやってますよっていう、まあ、お客様いっぱいいらっしゃるんですね。もう建設コストすごく安くやってると。で、普通建物のですね、まあ、ターゲット価格、まあ、事業予算を立てる時の価格っていうと、まあ、どうやって決めてるかなということで言うと、まあ、皆さん初めの図面もなければ、どれぐらい立てたらいいかもわからないという時に、会社の中で稟議を取らなきゃいけないですから、なんかお金を作らなきゃいけないわけですよね。その時に、大体こう予算を決めていくんですけども、例えば製造業でいうと原材料とかですね、生産設備になると例えばこう1円1銭私ども の, よく知ってるその、ベアリングの会社さんなんか1円何十何点何銭ぐらい の, 金額で実は精度よくやっているんですが、なぜか建設プロジェクトになるとですね、突然大体坪30万ぐらいかなっていうことで、経営者の方もいいんじゃないってこう言ってくれるんですね。あの工場大体坪30万ぐらいで作ったからこっちも大体それぐらいできるだろうと。だからこれがですね、実は非常にこうどんぶり勘定になってまして、建物の価格といえどもですね、実はこのカーペットのこの1枚、それから壁紙のこの1平米全て本当は原価というものがきっちりあって、それの積み重ねで金額というのは決まってるんですが、突然建設プロジェクトの話になると、もう皆さん専門外だからよくわからんと。だからまあとりあえず坪30万ぐらいをターゲットにしようよってことで進められるんですね。ところがここにですね、非常にこう大きな、間違いが実はありまして、これが、価格を上げてしまっている発注側の大きな、まあ、ミステークがここにあるということがまず、例えばですね、これですね、ある、これは事例の話です。タイのあるお客様にですね、私どもがこういろいろフィジビリティスタディのお手伝いをしているんですね、高いって言われたんですね。なん高いじゃないか、なんでそんな高い金額で、スタディするんだと。隣の、工場はね、平米5万円でできたと言ってる。すごい怒られまして。それってどういう、仕組みになってるんですかって言ったら、5万円なんで5万円ってしか言っていただけないんで、まあ、その時にちょっといろいろお話しした内容なんですけども、
平米単価ってよく皆さんは基準ベンチマークで使うんですけども、平米単価っていうのはすごくこう曖昧な言葉でして、まあ要は簡単に面積に対して、まあ、いくらかかるっていうのがありましたっていうだけの簡単な計算式なんですけど、そもそも建物の費用ってどこからどこまで入ってるんですかと、それから面積って一体何の面積使ってるんですかっていうところが全く伝わらないままですね、最後の結果だけ大体こう一つ手にこう伝わっているんですね。でご自宅建てられるとかもそうだと思うんですけども、まあ、お金、建物を建てた時の費用ってただ家を建てればいいわけじゃなくて、いろんな費用が実は住むまでにかかるんですが、そういったところを全部忘れて、いいとこ取りしただけ金額、しただけの金額が意外と皆さん一つに伝わっていると。ここちょっと一回本当は冷静に考えなきゃいけない。そういうところだというふうに思います。で、まあ、総費用とか、総面積とかですね、いろんな、実は考え方があって、面積って言っても延べ床面積っていう建築基準法上の面積の話を言う人もいれば、面積とは建築じゃない、図面上の面積を言う人もいれば、法定床面積、建築基準法上の参入面積を言う人もいる。それから施工床って語る人もいるんですね。施工床っていうのは、例えば外に大きな日差しが出てるとすると、日差しの下にもちゃんとコンクリートの床を作ってるんだから、そこも床だとカウントする人もいれば、いやそこは外部だから部屋の中じゃないから面積入れなくていいんだという考え方をする人もいて、総面積、総床面積ってのもうめちゃめちゃです、定義がない。それから費用の合計もですね、建物単体の上に乗ってる建物だけのことを言う人もいれば、まあ、外構工事、簡単に言うと建物は小さいけども実はその10倍の駐車場があったとしてもそれは入れてないとかですね、もしくは、生産設備なんか入れるとそこに行く配管類はどっちに含まれてる、入ってるんですか入ってないんですかと。それから、よくあるんですけども、大きな工場を作って一番初めはその10分の1しか使わないので、内装工事は実は10分の1しかやってませんってお客様結構いらっしゃるんですね。まあ、そういった方 の、もいるんで、そもそもかかった費用とそれから面積っていうのはですね、人によって実は条件がバラバラになって、あんま参考にならないですね。隣のお父さん、工場長の方がですね、5万円でできるよタイヤって言われても、そんなことはですね、何をベンチマークにしてかわからないので、それ鵜呑みにしてフィジビリティスタディをした上で、経営会議にかけるとですね、後で大変なことが起きてるっていうのが、まあ、よくあるパターンの一つだということです。で、意外とシンプルな話なんですけども、これ平米単価の、まあ、錯覚なんですけどもね、意外と実は形の違いだけでも平米単価って実は変わってしまう。同じ材料とか同じ床とか同じ素材を使っていても、形が違うだけで変わるっていう例の一つなんですけども、例えば40m×60m の工場 A と、それから 30m×80m の工場 B、 同じ床面積です、2400平米、ところが、これの外壁面積を計算すると、単純に A は4000平米で、まあ、B は4400平米、 10% も実は違うんですね。ですから同じ床面積でも建物の形が変わると、それだけで外装費用が 10% 上がっちゃうなんてことも、まあ、単純な話ですけど実際にあり得るということです。で、まあ、そういうこれ実はいろいろやってて、正方形キューブですね、立方体が一番効率がいいんですけども、これはもう一つ面白いのは、実は省エネの観点から言うとですね、外壁面積が増えれば増えるほど外部からの熱負荷が大きくなるので、エネルギーコストも上がってきます。これ実はですから、そういう意味では同じ床面積っていうのはあまり参考にならないっていう、そういうシンプルな話ですね。ということで、これ踏まえて言うとですね、まあ、同じ床面積であっても平米単価っていうのは、まあ、簡単に変わってしまいますと。それから、まあ、こういった単純な話以外の実は要素がたくさんあるので、皆さんこうあまり周りの事例を参考にして、なんかこう事業計画立てましたっていう時は非常にこう注意が必要だと
いうことを、まあ、今日ちょっと知っていただければいいかなと思います。で、なんでそうなっちゃうかというとですね、大体建設プロジェクトっていうともういろんな人が関わってきますし、自分の専門外の話になるので、もう分かりにくいの。で、分かりにくい割には、すでに事業決定してですね、1年後に倉庫作れとかですね、1年後に工場作れとか上からドーンと降ってきて、なぜかスケジュールだけがものすごいタイトなスケジュールで決まってくるっていうことが、多いんですね。ですから、まあ時間がない割にはですね、非常にこう責任の重い、そして初期投資としてやっぱり億単位で発生してきますから、まあ、さ例えば10億円のプロジェクトの 10% の削減で1億円安くなりましたっていうのは非常にこれ大きなインパクトになってますね。1億円の利益を稼ぐのは大変ですから、それぐらい建設工事っていうのは実は注目して、実際にいろいろと事前に判断をすることによって経営に対するインパクトっていうのも非常に大きくなっているということが、まあ、一つの今日知っていただきたいなということになってまいります。で、今日はですね、まあ、私口は設計とかマネジメントの立場ですので、対比較ということで言うと、先ほど冒頭申し上げたゼネコンさんお願いしますと言った場合に比べて、まあ、我々がもし介入するとどういういいことがあるかという話に今度なっているんですね。で、ゼネコンさん今設計お願いしますと施工もお願いしますということでワンパッケージで、やると、まあいいこともあれば悪いこともあるんですけども、今日はちょっと悪いことの話を、先にさせていただこうかなと思います。で、これは実際にタイであったプロジェクトのお話です。まあ、特定のゼネコン、まあ、日系さんですかね、日系 A ゼネコンさんが、実は入札をするというふうにお客様に言われていたので、ゼネコンさん自らが、まあ、まず初めに図面を書いてですね、それから、まあその図面をお客様がゼネコンさんからもらって、でその図面を使って入札を実はしたんですね。で、結果はゼネコン A 社さんが一番安い金額を出してきてくれましたと。で、本社にこう報告に行ったんです。これちゃんと入札をしましたと。これ入札の結果 A 社が最も安かったですということで、実は提出をされて、それを受け取ったある役員の方から実は電話があったという話なんですね。なんかおかしくなっていると。 A 工場 A ゼネコン、 B 工場 A ゼネコン、同じ形で作った C 工場はなぜか前の工場よりも3割高いと。3割高いのに一番安かったって担当が言ってるんだけど本当かということで電話がかかってきまして、じゃあ私どもの方で一回整理してみましょうということで、やった結果が実はこんなことが起きてましたということです。ですね、何が起きていたかというと、ゼネコンさんが作られてきた図面の中にそのゼネコンさんしかできない杭の工法が入っていたりとか、それから本来法規上必要のない耐火被覆という、要は消防法上の、要は火災が起きた時に鉄骨が溶けないための被覆があるんですけども、それいらないのに入っていたりとか、それから、分電盤の使用が汎用品じゃなくて特殊品になっていたりとか、普通の方々が見てもよくわからないような内容の中にある特定ゼネコンが書きました、もしくはコストを削減できる要素がこう散りばめられていたんですね。で、我々それ全部受け取って一度全部棚卸しをしまして、どんなゼネコンでもできる工法に書き換えましたと。それからいらない仕様は全部削ぎ落としました。で、それでもう一度実は入札を、私どもの名前で入札をかけさせていただいた結果が、こういうことです。これ2010年だとちょっとバーツがまだ 2.7 円ですけども、目標予算、14億円、これ一番初めに A ゼネコンから言われた予算ですね。で、事業上の目標値が10億円ということだったんですけども、結果は、なぜかですけど、同じ A 社なんですね。結果は同じ A 社がですね、2回目のビットで 8.43 億円ということで、まあ大体5億円ぐらい実は値段下がったんですけど、ほとんど全く同じ仕様で
全く同じようなあの形で同じボリュームで同じ面積なのに A 社が実は一番安い金額で落札したっていう、まあ、こういう事例なんですね。じゃあこの5億円一体何だったんだということなんですけども、それは何かというと、一つはですね、やはり競争効果が働いたっていうのがやっぱ大きいです。まあ、どこのゼネコンも、同じ土俵で勝負しますんで、本当のネットの価格でコスト競争を働かしてきました。それからやっぱりその A 社さんは意地があるので、やっぱり一番安い価格を出さなきゃいけないということで、多分相当情報収集して出されたんだと思います。それと、もう一つはですね、私どもが、全ての入札をフロントサイドに立って仕切らさせていただきました。まあ、お客様が出てしまうとですね、何が起きるかというと情報漏洩が起きてしまうんですね。営業の方にですね、いろいろ言われてしまうと思わず大体目標金額言っちゃうみたいな、そういう感じになってしまって、なかなかその辺の統制が取れなかったので、まあ、私どもが代行で全部入らさせていただいて、お客様が完全にバックサイドに回っていただいて入札をした結果ということです。これ非常に喜ばれまして、経営者の方がですね、担当の方も非常に喜んでいたんですね。よかったです、目標金額が詰まりました、ありがとうございます。ただどうしても説明する方法がわからないんで一緒についてきてもらえますかって言って、実は経営会の方に行ってですね、まあ、こういった形の、まあ、削減効果のご説明もさせていただいたと。でこれご担当の方が悪いわけではなくて、ご担当の方こんなことやってる暇ないんですね。実際に海外でプロジェクトやってると日々生産ラインのコントロール管理をしながら新しい工場プロジェクトの建設をやりなさいと言われても、そんな手間暇かけてやれないんでゼネコンさんに頼んだ。これはご担当の責任ではなくて、やっぱりこれ経営側がどうやってここのコストを下げるかっていうところを真剣にやってこなかったことが原因なんですよっていう話をさせていただいたというような、まあ、こういった事例です。それからですね、まあ先ほど言ったように、まあ、仕様書というのが実はすごく重要だという話です。まあ、皆さん何か物買われるときも、価格を込めて、例えばその iPhone の性能を比較してとかですね、もしくはこれって買う前にどういう機能があるんだろうっていろいろ調べたりとか、電気屋さんに聞きながらとか車のカタログ見ながら一生懸命中身見るんですけども、建物と同じくですね、まあ、こういった形で、実は入札をするときの仕様書ってこんな分厚いんですけども、基本的には発注者の方々が決めたことですので、契約図書の一つになりますから、非常に重要なんですけども、まあ、面倒くさいんで、なかなかチェックされないことが、意外とゼネコン側から見ると美味しいお客様という形にはなってくるケースというのは多いです。ですから本当に公平な入札をやるときにはやっぱ第三者がちゃんとそういった、まあ、フラットな仕様書をちゃんと作って、で、まあ、入札をしていくという行為が、先ほど冒頭申し上げた通り本当に億単位の削減につながることっていうのは実際にあり得るということですね。はい、はい、ということで、至れり尽くせり日経ゼネコンさんというとメリットもちろんあります。もう設計から施工までもうワンストップ、ご担当の方々の負担はもう非常に少ないです。言っとけば大体やってくれると、金額も出てきて、施工までなんかいろいろ全部サポートしてくれると。それからこれ実は結構大きなメリットなんですけども、事業計画の時にですねお金かからないんですね。彼の施工契約とかをする時までお金をホールドしてくれるので、実際は前倒しで事業決定しないと予算が下りない段階からいろいろ手伝ってもらえるという意味では、ゼネコンさん非常にありがたがられる、まあ、彼の営業としての手段の一つですけども、ただしここで、チャージされたコストは最終的には施工の方にちゃんと載ってますので、別に安くなってるわけではないということですね。それからこれは日本の慣習なんですけども、まあ、契約上グレーゾーンもですねがちゃんとあって、なんかいろいろこうコスト調整してくれると、わがまま言ってくれ、言ってもですね、まあ、そうなんとか、予算の中で収めてよって一言言うと、まあ、やりくりしてなんとかしてくれるっていうような、そういったメリットは日経ゼネコンさんに、ま、設計成功でお願いする時の部分はあります。ただしデメリットも当然あって、冒頭申し上げたように、まあ、普段適正と、まあ、要は、最適な、入札が、成立しない、まあ、要は初めから声かけたら、それ初めから取るために動きますので、まあ、そんなうまくはいかないということですね。
それからコストが高いのか安いのかも結局わからなくなってきてる。そういう人、あとは、実はですね、中途半端な段階でコストを決定するので、その後こう変更した時にですね、まさしくコスト調整をしてくれと言われるのを覚悟の上の、見積もりを出しますから、当然そこにはコンテンジェンシーを彼らの中で見込んでいるので、実はネットよりもかなり高い金額で、契約しているケースというのは非常に多いです。これを先ほど申し上げたように、まあ、無償の設計料というのはきっちり施工金額に上乗せされていますので、彼の商売ですから、そういった部分でいうと、まあ、あの見えない、お金というのは実はいっぱい眠っているというのが、まあ、ゼッケゼネコンさんの設計施工というモデルの、まあ、特徴です。でこのモデルをやっているのは実は、日系ゼネコンだけですね。あのアメリカでも、ローカルでも基本的には設計と施工は基本的には欧米では分けるというのが基本的なスタイルですので、この慣習って本当に日本だけの、慣習です。で、まあ、こういった、まあ、ゼネコンさんに、お願いするメリットのもう一つに、まあ、スケジュール感っていうのは実はあるんですね。特に下の方ですけども、入札する時間すらないっていうお客様いらっしゃるんですもん。すぐ建物着工してもらわなきゃいけないんで、ゆっくり施工者選定する時間ないからということで、スケジュールを、まあ、困れる方もいらっしゃるんで、我々まあそういう場合にはどういうふうにその特定のゼネコンさんですけども値段が上がるようにしましょうかということで、一緒になって逆にゼネコンさん巻き込んでやっていくんですけども、まあ、ちょっとコスト高にはなっちゃうかなというところですね。ですからそういう意味ではそのコストの根拠となる、まあ、図面とか見積もりの内容とか契約の内容とかそういった中を分からないですけども分かっていただくように一生懸命説明してですね、できるだけそういった無駄を省いていくという作業を行います。それから逆にスケジュールが見込める場合はですね、先ほど申し上げたようにやはりものづくりの視点で、まあ、今本当にこの形でいいだろうかと、将来どういうふうに施設に対してファシリティに対して投資をしていくのかといったような、やっぱりフィジビリティスタディきっちりやるということと、ゼネコンさんではなく発注者、先ほど言った設計と施工を分離するという形で仕様書を作らなきゃいけないと。それでその上でやっぱり公平な入札で用意どんという形で、やっぱ入札をすることが実はコストが一番安くなる方法だということですね。はい、で、ゼネコンさんが決まりましたと。ゼネコンさんが決まった後にもですね、建設プロジェクトって大体設計から施工まで1年半ぐらい、かかりますので、発注したからといって安心できるわけではないっていうのがまた建設プロジェクトのいやらしいところですね。例えば皆さん車を買われるとかですね、まあ、iPhone を買いますっていうと、まあ、お金を払えば物がすぐ手に入るんですけども、建設プロジェクトってお金を払ってからですね、物を引き取るまでに、やっぱり1年ぐらいの時間がかかるんですね。でこの間にも世の中とですね、会社の経営は変化しておりまして、次々といろんな条件がどんどん変わってくると。その変わってくる条件をなんとかすり合わせながら、最終的にその建物として受け取るので、この間に不足の事態というかですね、想定外という、まあ、事態がいろいろ起きることが多いです。ですからやはり予算の中にですね、そういった不足の事態がまず起きることを前提とした事業予算の組み方をしておかないと、何が起きるかというと、そもそもやっていた事業予算がもうひっくり返っちゃうと、もしくはプロジェクトそのものが止まっちゃうみたいな形になりかねないということです。タイなんかですと、まあ、そうですね、まあ、地盤が予想以上に悪いと、まあ、土の中のことなんで分かんないんですね、調査をしたとしても。私が経験した日本のあるプロジェクトはですね、面白いことがあって、まあ、普通は掘ってみたら、地面が柔らかかったので、杭を増やさなきゃいけないんでコストが上がりましたっていうのは、まあ、よくある増額のパターンなんですけども、私逆のパターンがございまして、ある静岡のですね、御殿場の工場で、杭を打たなきゃいけないという地盤だったんで、杭を打ったんですね。で1本目はちゃんと入りましたと、2本目ちゃんと入りました、3本目いくら打っても入らないです。何があったかというと、あの辺富士山の噴火でですね、溶岩地帯の溶岩の塊が土の中にたまに入ってるんですね。それが土地のど真ん中にでっかい溶岩の塊がありまして、まあ、杭が入らないと。でもこれ
この杭で施工しないと確認申請をそれで通しているので、竣工できないということが実は日本の法律上発生するんですね。でそれで結局何になったかというと、プロジェクトを一旦止めてですね、杭の設計変更をし直して確認申請を出し直して、杭を打たなくてもいいような構造体に全部変えてからまたスタートしたっていう実はプロジェクトがありました。ボーリング調査っていうのはこうピンポイントで調査してますんで、全面調査してませんから、たまたま溶岩と溶岩の間を穴を抜いて調査をすると見えないものっていうのが出てくる時があるということで、まあ、これはもうすみません想定外ですということで謝りましたけども、ゼネコンさんも、まあ、設計したものも本当に予測できないようなことっていうのは、まあ、建設プロジェクトには発生するということですね。それから中国ですとか、まあ、タイもそうです、インドネシアもそうですけども、アジアは特に法律がある時変わってしまう、多分税務の方とかもいらっしゃると思うんですけど、突然ですね、年を超えた瞬間新しい法律が出てきて、例えば排水規制が突然厳しくなってですね、去年まで流してよかった水が今年はダメと、ある国になりますと受け取る水よりも出す水の方がきれいだというような基準の国もあってですね、それぐらい法律がこう揺れ動くような国っていうのは建設プロジェクトも非常に注意が必要だということは出てまいります。あとは、まあ、計画をしていくときにですね、クライテリアをやっぱり判断して、まあ、クライテリアって基準、我々は言うところの基準作りなんですけども、これはですね、インドネシアの事例です。地震がある日本という国の耐震技術はおそらく世界一です。それからそれに対する法律の厳しさも世界一です。で、皆さん耐震改修とか、まあ、ご自宅も含めてマンションとかもいろいろやられていると思うんですけど、日本はですね、まあ、震度6強要は、最大値ですね、の地震が来たとしても、まあ、建物が壊れて人が死なないというのが日本の建築基準法の、ベンチマークになっています。で、ご記憶にあると思うんですけども、インドネシアってですね、津波があって多くのバリの方で亡くなられたりとかですね、要はここも火山が噴火したりとか、実はインドネシア自身も火山帯になりますので地震がすごく多い国なんですね。ところが、インドネシアの耐震基準というのは、今までの歴史を見て大体これぐらいの揺れだったら大丈夫だろうなっていうベンチマークなんですね。で、それのは日本でいうと大体震度4ぐらいです。震度4で壊れない、建物であればインドネシアの建築基準法はクリアして建物が作れるんですけども、一番怪しいのはですね、インドネシアの歴史そのものがほとんど浅いので、これ以上の地震起きてないんですか、これ以上起きた記録がないだけなんですね。ですから、日系のお客様で例えば工場の建設とか、まあ、銀行系のお客様とか、例えばデータセンターなんかやるお客様は、インドネシアの基準じゃなくてやっぱり日本の基準で構造計算してくれということで、やられるお客様も多いです。でこういうのもですね、何も言わないと震度4の建物です。でちゃんとそれと調べて本当にこれクライテリアですね、基準として我々自分が持つ資産としてどういうスペックが欲しいかなっていうのを真剣に考え始めると、意外とこういった議論が起きてくるということの事例の一つですね。はい、ということかなと思います。はい、で、そういう意味でちょっと簡単にざざっとまとめてます。先ほど私が申し上げた、発注方法ですね、設計とか施工を、ゼネコンさん一括でお願いしますというパターンが、ほとんどのパターンだと思います。私が今までいろいろお話ししていく中で、90% ぐらいは日系企業さんはこの形で発注されているケースが多いです。で、設計施工分離というのは、設計事務所とゼネコンさんを、設計とそれから施工者という形で分けて、ゼネコンさんに対して牽制させましょう、先ほど言った公平な入札をさせましょうというのが、もう一つのパターンになってくると思います。それから、お客様によってはさらにコストダウンしたいんだけど他に方法がないかということで、
設計と施工を分離して、さらに施工者をもっと細分化してコストダウンをしようというのが、設計分離のコストオン方式という形になってきます。簡単に言うとですね、ゼネコンさんっていうのは建設工事、それから空調なんかの機械の工事、あと電気の工事、給排水の工事というのを、いろいろこう工事を持っているんですね。で、電気とか機械の工事は基本的にはサブコンさん、電気屋さんとか設備屋さんに発注をしているんですが、そこを、大手の建設ゼネコンさんを通さずに、入札をさせていただいて、一番安いサブコンさんをゼネコンさんの下に付けさせて、その上にコストを乗っけて発注するということで、発注者側がそういったフォーメーションも全部コントロールするというやり方です。それからこれは、日本のお話ですけども、私どものアセットファシリティズがやっているのは、さらにそれを、細分化したらどうなるのかというのが、CMAT リスクという方式でして、今後はこれを日本でやってるんですけども、海外でもやっていこうということで今いろいろ、試行錯誤しているところですね。で、あまり耳慣れない言葉だと思いますので、今日覚えていただいたらいいなと思うのは、 CMAT リスクという方式が、実はありますよということですね。CM 会社、コンストラクションマネジメントっていうんですけど、コンストラクションマネジメントの会社が、入札要項に従って、建築、電気、空調とか発電機とか、もう機器類ごとに全部分けていきます。それぞれを個別に発注して、この入札結果は全部お客様のところにオープンにします。この会社が、100万円、この会社が120万円、この会社150万円ですと、全部オープンにさせていただいて、この会社の中から ABC 社のどれを選ぶかは、この発注者が決めます。発注者が、高くてもここを選びたいということもありますし、それが信頼関係なのか、会社の関係か分かりませんけども、それも含めてですね。で、もしくは一番安いところだけでパッケージしてくださいと、全部発注者が選んだ上で、 CM 会社は、統括管理費と、それから共通仮設という、足場だとか現場の仮事務所とか養生っていう、こういう経費なんかの OK で、元請けとして契約するというような、そういった形を CMAT リスクと言いまして、一般的にゼネコンさんっていうのはもうここを全部ブラインドにするのが通例なんですけども、そうすると、全く見えないので、我々設計事務所の体ですから、別にここ見えてもらっても何にも困りませんので、そういったやり方をやらさせていただいているっていうのが、CMAT リスクというやり方で、非常に、好評いただいています。最近の事例ですと、九州のある、データセンターさんでゼネコンさん一括発注73億円、CMAT リスクで、再入札したら65億円まで下がりましたから、だいたい効果としては 10% でしょう。建設価格で、10億単位で下がってくると、真水でその後の事業の利益になってますので、非常に大きなインパクトがあるということです。はい、ということで、いろんな発注方式がありますと、いうことなんですが、もう一つ、もう一回ちょっと海外の視点に戻しますけども、とは言ってもですね、やはり皆さん、海外のプロジェクトになると、やっぱ怖いですよね。ローカルゼネコンを使うと何が起きるか怖いということで、やはり日系のゼネコンさん使われるんですが、日系のゼネコンさんもですね、実は得意不得意とかがございまして、ちょっとこれ前の情報なんであれですけども、インドネシアの日系ゼネコンさんの体制とかをちょっと書いてあるものですね。大体ご存知、業界に詳しい方はこうご存知になってしまうようなイニシャルの付け方ですけども、大体日本のゼネコンさんって、全社員数1万人前後ぐらいです。大手さんって。で、大体その中の、各社があるんですよ。インドネシアっていうのは比較的今成長をゼネコンさんにとっては注力点なんで、日本人の方多いんですけども、それでもその1万人の中から約20名とか、少ないところですと10人ぐらいしかいらっしゃらない。そのたった10人ぐらいが、現地の建設プロジェクトのマネージメントを全部やってるんですね。ですから、意外とですね、日系ゼネコンさんだから
海外で任せても日本と同じようなことできるんじゃないかなということで皆さん安心して出されるんですけども、結果は実は組織としては非常に小さいのでそんなにマンパワーないです。で最後に施工するのはローカルの職人さんたちですから、その職人さんたちは、どんな人かというと、昨日まで隣で農作業をしていた方が今日ペンキのハケを持ってですね塗ってるというそういう世界ですので、決してその日建ゼネコンさんだから安心して任せると、もしくは日建ゼネコンさんだから高い金払って、払ってでもやってもらった方がいいということがもしあるようであれば、ちょっとそこはしっかりと彼らのその能力っていうのを見極めないと、結果として高い買い物をしてしまうっていうケースもございます、はい、それからですね、先ほど言いましたけど建設プロジェクトやってるとですね、必ずそうタイミングタイミングでコストを切っていく瞬間があるんですね。でこれはですね、コストっていうのは後から変更するほどインパクトが大きいというケースです。でこれはもう非常に我々とのプロジェクトも残念な話なんですけども、入札をしました。もうすごい頑張って入札したんですね。入札をした時に、一番安いゼネコンさんが28億の見積もりを出してきてですね、我々も一生懸命頑張って査定をしてですね、それから V ってバリューエンジニアリングですね、同じ仕様でどうやって安くなるかっていうのをアイデアを出して値段を安くして、値段を下げさせて、それからもう一回何とかならんかっていうことで値引きまでしてもらって23億円という形で実は一回、契約の方が進んだんですね。ところがですね、プロジェクトを進めていくうちにお客さんの方の事業の変更がたくさんあって、で、実は詳細設計をしていくときにお客さんの要望の追加事項がどん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 入ってきてしまってですね、で何が起きたかというと、結果的には、なんですかね、設計詳細設計完了時に、もう33億円、もともとの28億円を軽くオーバーしてですね、とんでもない金額まで上がってしまったと。まあ、その後実はいろいろ設計変更とかネゴをして、最終的には入札時で同じ形に落ち着いたので、このプロジェクトとしては実はまとまったことはまとまったんですが、やっぱり本来はですね、ここで起きること11億円というのをどうやって発生させないかというのは本当はこの時にいろいろ考えなきゃいけなかったなというような、反省ですね。ですから我々コストダウンしましたってこのプロジェクトで最後報告したんですけど、経営者の方とかも代表の方に言われたのは初めと変わんねえじゃねえかって言って怒られたんですが、そういうこういう事情ですよということで実は説明したんですけども、お金をかける方からしたらですね、やはりこう絶対金額っていうのは意外とちゃんとコントロールしないと、不具合が出るなというようなそういう話ですね、はい、それからもう一点これはですね、見積もり書っていうのが出てくるんですね、見積もり書っていうのは、例えば床が何平米でこれが単価がいくらとか、それから、何とかかんとかとか細かい字でいっぱい書いてあるんですけども、一番実はですねインパクトが大きいのは、別途工事っていうのが実は項目が一番初めの頭の金額のページの裏というか次のページに書いてあります。この見積書はこれこれこういう項目については入ってませんっていう文言がですねちっちゃい字で書いてあるんですね。で実はそこの中にものすごいいろんなコストが入って、何を言うかゼネコンさんもやっぱり入札をした時の頭の金額ってできるだけやっぱり安い金額で見せたいものですから、指定されていない項目は極力抜くんですね、内容としては。ですから、頭の金額だけでもし入札をかけて、それで、このゼネコンが一番安いですということでご報告をされる前に見積要項書の別途工事がちゃんと、自分が思っているものが入っているかどうかっていうのはよく確認をすることを、お勧めしますと、最後に、契約した後にですね、あれなんでこれ別途になってるのと、なんで入ってないんだっていくら言ったとしてもすでにドキュメントとして承認してしまってますから、もう今更戻ってこないお金ということになってしまうケースは、かなり多いですね。それから、今後
図面とか承認とかですね、契約図書とか、もういやものすごい数のドキュメントを、発注者側が、まあ、承認をしていかなきゃいけないっていうのが建設プロジェクト、ものすごい面倒くさいと思うんですけども、これが一つ一つが実はお金を決定しているすごく大きな要因になります。普段から例えば建設プロジェクトやりたいからご自宅建てられても毎日毎日現場には行けませんけども、実はそこで、に流れていくいろんな図面の中に全てのコストの源泉っていうのが入っていますので、本来であれば、まあ、慎重にやっていかなきゃいけないと。大抵皆さん途中でプロジェクト予算が上がっていくとですね、なんか削らないといけないということで、おそらくご本社には報告されないケースが多いんですけども、例えば将来用のなんとかユーティリティ1個削りましたとか、もしくはちょっとメンテナンス性悪くなるけど安い材料にしましたとか、もしくはこれ本来であれば、10年これ持つ防水層なんですけども、5年の防水層にしてコストダウンしましたというような形で、まあイニシャル、まあ、初期状態の時に影響がない範囲で、まあ、こう使用を削っていくんですけども、経営目線で見たらそんなとこ削るんじゃないよというようなことって実はたくさんあってですね、この辺っていうのはやはり、きっちりと使用を冷静に判断する必要があるということですね。まあ、コストコストって言ってると、先ほど言った1対10の法則じゃないですけども、後から非常に大きな金がかかるケースっていうのは多いということです。ということでですね、まあなんかこうダダッとこう一気にお話ししましたけど、建設プロジェクトってもう手間と時間とそれからマンパワーは本来はかかるんですけども、なかなか難しいと。それからこんだけの10億単位、数十億単位、大きなプロジェクトになると1000億単位ですけども、それだけの、コストをかけますから、やっぱり安くていいものを調達したいなという場合、それから先ほど冒頭申し上げた我々コンサルティングの機能やってますけども、もうちょっとせっかくお金をかけるんだったら物流効率も、上げたいとかですね、それから、まあ、他の会社さんってどんなことやってるんだろうという工夫なんかもよく知りたいななんという時には、まあ、第三者の企業とか、まあ、設計施工の分離なんていうのも、まあ、選択肢の一つとして守っていただけると、まあ、投資の効率化っていうのは非常に図れるということですね。まあ、我々もともと設計出身ですけども、こういった形で、まあ、本来いくらをかけて、まあ、いくら効果を上げていただくかっていうのが、まあ、このプランテック流の、まあ、建設プロジェクトのスタイルだと思っていただければいいと思います。はい、ということで、まあ、プロジェクトのタスクフォースという意味では、冒頭申し上げた通り、もうプロジェクトのスタートから、竣工まで、スコープ書いてありますけど、まあ、フィジビリティスタディから事業決定をして基本計画やって、基本設計やって入札の査定やって詳細設計のコントロールをして施工のコントロールをするところまで、まあ、我々もものすごい細かく、プロジェクトの、一員として入って、効果を上げていくというのが、まあ、我々の、スコープに、まあ、なっていくということですね。で、ポイントはですね、ゼネコンさんは我々指定はしないというのがポイントです。ですから先ほど言った日系ゼネコンさんでもいいですし、タイのローカルのゼネコンさんでも我々一個に構いません。どちらでも同じクオリティのものができるようにコントロールをしていくというのが、まあ、私どもの特徴になっていきます。ということで、ちょっと、まあ、残りはプロジェクトの事例なんですけど、すいません、お見せください。日系のですね、プロジェクトの例がいくつかありますけども、日系の自動車部品メーカーさんの建設工事ということで、タイのプロジェクトですね。大体先ほど私が一応申し上げたフルスコープをやらさせていただきました。まあ、敷地のまあ拡張とか、将来どういうレイアウトにするかといったような工場全体の合理化の話ですね。それから、設備投資がどんどん将来起こるということに対して、まあ、当然事業計画上必要な情報になりますので、まあ、そういった拡張とキャッシュフローを含めた、試算の方もさせていただいてます。それから現場はこれがいいと思っているけども、経営者はやっぱ10年後20年後考えてますんで、まあ、そういったところの、まあ、目線の違いなんかの調整もさせていただいてます。
それと会員は、買う敷地の、交渉とか査定とか契約の補助なんかも私どもの方で、全部させていただきました、ですね、それから、まあ、基本設計やって施工者選定して価格査定して、まあ、提出するということで一般的な建設プロジェクトの方も、私どもの方で、対応の方はさせていただいています。それからですね、ちょっと経路の違うところで言うと、タイの洪水があったのが3年前ですかね。3年前タイの洪水ありましたけど、あの後に私ども建設プロジェクトではなくてですね、これはコンサルティングの方ですけども、洪水の、対策支援ということで、これちょっと物流も少し絡んでますけども、基本的にはファシリティサイドからもし洪水があった時にどうやって施設を守りますかっていうようなシミュレーションですとか、その対策、それから物流が切れちゃった時にどこに代替の在庫を持つかとか、もしくはバックアップの工場をどこでどういうふうに作りましょうかといったようなところまで、確認の方をさせていただいて検証させていただきました。これは実はサプライヤーさんがですね、自社で作られて、メーカーさん、自動車メーカーさんにプレゼンテーションするときの資料のお伝え、我々バックグラウンドでやらさせていただいたんですが、まあ、そういったことで、実際にこれをプレゼンテーションされて施工して対策を取るところまで、私どもサポートさせていただいたということでですね。それからですね、最近アジアで多いのが、食堂とかの改修ってできるっていうことで、実はこれはタイの、すみません、ベトナムですね。ベトナムのある会社さんがですね、要は労働コスト、賃金がどんどん上がってしまったと。で、大手の会社さんはちゃんと賃金上げられるんですけども、中小さんなんで体力がないんですね。そんなに賃金上げるだけの。ということで離職率がこれ月なんですよ、月 10% ぐらいまで上がってしまって、もうニッチもサッチもいかないと。そんな時に私どもいろいろ話をした、食堂の改修しませんかって言ったら、あ、それはいいねと。要は食堂の改修をすることによって、社員の方がモチベーション上がって、あそこの会社の食事はいいよねということで離職率が下がるという事例が実は日本のですね、90年ぐらいに我々いろいろご提案させていただいたんです。そのアイデアをベトナムでやったらどうですかっていうことで、実はこれトライをしてみたら本当に離職率が下がったという事例です。上の方にあるこう古いアイクニの食堂みたいなところからちょっとこうベトナムらしくないカフェみたいな形になってますけどね。これによってですね、離職率がまず下がりましたと。それから、この会社の食堂はいいという話がベトナム人ネットワークで工業団地中に広まってですね、この会社の評価がまず外から上がったと。でもう一つ、これ電気の部品メーカーさんなんですけども、その部品メーカーさんの食堂がいいらしいということを聞きつけた日系のお客さんが、週に1回見学に行ってですね、それが取引につながったといって、まあ、それも喜んでいただいたんですけども二次的な効果ですけども、まあ、そういう意味で、まあ先ほど言った新しい建物のプロジェクトじゃなくても、こういった BCP みたいな災害に対する対策どうしましょうかとか、もしくはこういった離職率が上がっちゃってるんだけど、なんかファシリティサイドで改善することないかなみたいな、そういったアプローチの話なんかも比較的実は多いということですね。それともう一つ、先ほどからですね、私の話を聞いてると、建設プロジェクトやるときはですね、我々みたいな第三者を、お金払ってタスクフォースを入れなきゃいけないみたいな話になってますけども、そんなことばっかりやってるわけではなくて、最終的にはやっぱり自社の中にですね、プロジェクト、建設プロジェクトの知識を自社の知識として貯めていただいて、で、外の力を借りずに安くていいものを調達できる仕組みを作るというのが最終的なミッションになると。いうふうに私どもいつも申し上げていてですね、そういったことを、まあ、実践する、ご支援なんかも、まあ、させていただいています。ファシリティガイドラインを作りましょうってことをよく言うんですけども、まあ、自社にですね、施設管理とか施設、なんとか部とかプラントエンジニアリング部みたいな、そういうのはないと。そもそもない。総務部さんがやってるとか経営機関の方がやってるっていう会社さんいっぱいあります。それから工場とかその倉庫とかで、それぞれ別の人が施設を管理をしていて、予告して管理をしている人がいないとかですね、もしくは昔
そういう施設をものすごいよく分かった方たちがいっぱいいたんですけども、今皆さん定年退職されて、そういった施設を管理されてきた方が本当にいなくなっちゃったんですと。で、後から来た方々はもう物できてますから、どうなってるのかよく分かんない。それと、まあ、だいぶ老朽化していてですね、突然雨漏りがしたりとか、まあ、ずっといじメンテナンスとコスト払ってませんから、もうこれ毎年毎年修繕費保全費がものすごい高くて困ってるという場合に、まあ、こういったトラブルとか過去の経験を、まあ、ドキュメント化してですね、まあ、会社の財産にしていきましょうっていうような活動をお手伝いなを最近させていただいています。で、これはポイントはですね、施設の使用をドキュメント化した図面を書くんではなくて、なんでそうなったのかということも一緒に書くんですね。例えば物流倉庫であれば、物流のノウハウを実行するために必要な、倉庫の形っていうのを、なぜそういう形に必要なのか、なぜその面積が必要なのか、なぜその、プロセスの、が必要なのかということと、その結果建物としてこういうものが必要ですというところを全てドキュメント化するお手伝いをさせていただきながら、ファシリティガイドラインというものを作っていきます。まあ、これはもう完全に自社のオリジナルのドキュメントになるんですが、まあ、これをやることによって、まあ、フィジビリティスタディの時から、それからまあゼネコンさんの発注をする時まで、まあ、自分の会社の建物であれば大体一人で完工できるような、そういったガイドラインを、まあ、マニュアル化ですねっていうのを作るということが非常に多くなってきています。我々こういうの全部支援しますということで、まあいろいろ今お話ししてきましたけども、まあ、こういったいろいろな、プロジェクトの中のタスクフォースをもやるんですけども、先ほど申し上げたように我々は、ソリューションを提供する会社というのが、本来のポジションですの、あの立ち位置だというふうに思ってますので、一つだけ、日本のプロジェクトのコスト効果の事例をお話しさせていただきたいなと思います。これ以外はですね、あのお手元の資料の正面にプランテックって大きく書いてあります。そこに私どもの会社の紹介が載ってますので、まあ、いろいろ事例載ってますが、その中のソニーさんの本社の事例をちょっと今日お話しさせていただきたいなと思っています。で、ご存知の芝浦に、ソニーさんのガラスの大きな本社がありますけど、私どもここのですね、設計をやらさせていただきました。で、ここは、非常に面白い建物でして、まあ、これ全部ガラスなんですけども、ダブルスキンになっていて、中をこう空気が流れることによって、まあ、ガラス張りなんですけど非常に熱負荷も少なくて、まあ、エネルギー効果も非常に高い、そういったオフィスなんですね。で、日経新聞に実はこれが竣工した後、ソニーさんが日経新聞に元の本社よりも CO248% 削減しましたということで実は新聞に出されてまして、その新聞記事も資料に入ってますけども、今日はですねその中から1点だけ、このエスカレーターを本社ビルに導入しましたといったような経緯をちょっとトピックとしてお話しさせていただきたいなと思います。で、一般的にオフィスビルのですね、中にエスカレーターを入れるというと、大体なんて無駄なものを入れたんだというふうに怒られるんですけども、実はソニーさん、これワンフロアが約5000平米あるんですけども、ワンフロアでビル全体が確か30万ぐらいだったかな、10万平米ぐらいなんですね。で、その中のビルの全体が実は全部ソニーさんの社員です。まあ、研究開発の方がいたり、役員の方がいたり、一般的な事務スタッフの方がいたり、とにかくこの建物全部はソニーのスタッフが入っている。で、普通のオフィスビル、まあ、ここもそうですし、まあ、この近くにある普通の丸の内のオフィスビルというのはですね、大体各フロアとか何フロアごとが別々の会社さんが入っているケースというのが多いんですね。で、そうすると何が起きるかというと、普通朝出勤すると、1階のエレベーターホールに着いてエレベーターに乗って、まあ、自分の階に移動しますと。で、まあ、大体自分のフロアの中で完結する。ところがですね、ここのソニーさんはですね、一社全部が一つのオフィスビルに入ってますので、日々の移動の時間というのが
どうなってるかというと、大体3階から5階に移動しましたとか、まあ、部門間の移動ですよね、総務の方が、現場の方とかいった開発の A という部門の方が B という部門の方のところに行ったという、3階から5階とか5階から6階という直近階の移動が、頻繁に実はこの中で起きるんですね。で、我々その働き方を分析しましょうと言って古いビルで、全部の人の1日の、時間を計測させていただきまして、どれぐらい移動時間で使ってるかなというと、だいたい1日のうちの30分ぐらいをもう移動の時間で使っているという計測結果が出たんですね。で、だったら、まあ、エレベーターホールまで行って移動してですね、また部門のところに行くぐらいだったら直近にエスカレーターを設けたらどうですかという話をさせていただきました。まあ、よく言うんですけど、我々コア業務というんですけども、まあ、実際に仕事をしている時間とそれ以外の時間みたいなところで、例えばですね、エスカレーターの導入と、まあ、こういったミーティングの仕組みを使って、1万人の人がですね、30分移動時間を削減して、コアタイムを増やすと、ソニーの方、これ値段がどうか、大体時給5000円ぐらいの計算になりますんで、まあ、その方が30分1万人240人、1年間ですね、大体60億円。すごいですね、60億円 の, コスト削減効果、もしくはバリュー効果が生まれるんであれば、じゃあエスカレーターを導入しましょうということになりました。エスカレーターのイジメンテナンス費がですね、まあ、大体年間、億までいかないですね、数千万かかるんですけども、それがイニシャルコストも億単位でかかるんですが、それでもやっぱりこれだけ人が動いて、それだけの労働生産性が上がるのであれば、本社ビルで珍しいけどもエスカレーターを入れてみようという結果になりました。これ実はよくよく考えるとですね、例えば高島屋さんとかのデパートで皆さん買い物をするときにですね、エスカレーターを頻繁にこう利用されて貯金会を移動されますよね。もしあそこにエスカレーターがなくてエレベーターだけだったら、ものすごいストレスがたまると思うんですね。買い物、婦人服フロアから、食品フロアに行くのに全部エスカレーターなしでエレベーターだけ移動するというのはすごいストレスが溜まると思います。まさしくそれと同じような動きがソニーさんという、まあ、一つの会社の一つのビルの中では起きていて、こういったことが、まあ一見無駄なんですけども経済的に効果があるということも、我々の方から、まあ、ご提案させていただいて、価値を認めていただいて、導入していただいている、そういったような、まあ、事例の一つです。実はこういった一つ一つの事例のアイデアっていうのはものすごくたくさんありまして、いろんなプロジェクトで我々いろいろ工夫している内容っていうのは事例として今日お渡ししたサンプルの中にいくつか載っているというところです。はい、ということで、まあ、ダーッと建設プロジェクトの概要とポイントポイントでこんなこと気をつけたらどうですかっていうことをお話ししましたけども、まあ、さらに我々はそういった当たり前のことはやるんですが、プラスアルファの、まあ、付加価値をつけて、まあ、最大の効果ですね、ある投資に対して最大の効果、コストダウンとバリューアップという2つの観点で、お客様の方に付加価値提供しているというのがフランティックという会社でございます。で、まあ、建設プロジェクトというのは非常に大きな投資ですので、まあ、間違いのない、プロジェクト進行というのを、まあ、してくださいと。まあ、将来を見据えた計画になってますかとか、それから地域の特性ですね、先ほど言ったいろんなエリアのいろんな条件って全く異なりますので、やっぱそれって理解して回答しなきゃいけないですね。まあ、価格とか品質とか、まあ、当たり前ですけどもお任せになってると、なかなかそれが本当かどうかわからないということですね。それからこれはまあ、軽判断ですけど、プロジェクトに、十分な人員配置できているか、それからまあ投資は最大効果を上げているかというところを、まあ、きっちり見つめた上でですね、まあ、我々はそういったものを、まあ、支援をしていく、そういう会社として今機能しているということです。はい、ということで、ということで一応本日の、私のメニューは大体終わりですので、まあ、もし何かこういったプロジェクトですとか、もしくは、まあ、ご自宅建てるときでもいいんですけども、何かそういったことで、まあ、お気になることがあればまたご気軽に、ご連絡の方をしていただければと思います。すいません、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。自分は
建築に関係ないよとかいう人もいらっしゃいますし、しばらくは建築海外ないよとかって話もあるかもしれませんが、まあ、いくつか の考えるポイントを持ってですね、考えていただけたらいいんじゃないかと。社内で他の人がやっていれば、俺これこうやって考えたのかとか、それおかしいんじゃねえかとか、壺5万円ってなんだよとかっていうツッコミができるということでいいんじゃないかと思います。いくつかご質問を受けたいと思います。どなたかいらっしゃいますでしょうか。何でも結構だと思います。はい、以外でも、どのことですか。どうぞ、何かありませんか。はい、じゃあ、はい、すみません、この CM アットリスクという、はいはい、スライドなんですけれども、はい、仕組みはなんとなくわかるんですが、はい、これでその CM 会社がですね、はいはい、なぜ利益が出るのか、はい、というのからいたいんですけども、はい、CM 会社が利益が出るという意味では、まあ、統括管理費用の中に実は利益も実は入っているんです。で、ゼネコンさんの利益の源泉って実は大きく2つありまして、1つは、CM、まあ、こういった、まあ、要は統括管理をすることによって人を出して、まあ、そこに対してフィーをもらって、まあ、会社として利益を乗っけてるっていう利益構造が一つと、もう一つはですね、各サブコンさんから部金という形で実はお金を徴収してるんですね。これは表にないお金です。で、CM 会社は、それも全て、仮定した上で本当にかかる実費と自分たちの利益は全いくらもらえますとか初めにコミットして、そこから入札をしているんです。ですから CM 会社としては実は利益はきっちり確保されています。で、じゃあ何でも値段下がるのかっていうと、実は2つあってですね、例えば、発電機を、建設工事に入れますということがあったときに、例えばなんとか電機さんの発電機を、電気工事屋さんがまず調達するんですね。この時に電気工事屋はゼネコンに発電機の見積もりを出すんですが、その時点ですでに電気屋は利益を乗っけてます。で、この乗っけた利益をゼネコンさんに出して、ゼネコンさんがさらに電気屋さんから来た見積もりに利益を乗せてお客様のもとに出すんですね。ですからここで、要は、利益が乗っかる、ここで利益が乗っかる、最後お客さんが受け取る時には原価の4割とか5割増しぐらいの金額で手元に来ているっていうのが、基本的な構造です。で、CM アットリスクは何をやってるかというと、要はここに原価を全部出しますと言ってるんですよ。発電機が1億円だったら1億円の見積もりをお客さんに見ていただいて、それで決めていただこうと。ただし CM 会社としてのこれだけの管理費とこれだけの利益は取りますよっていうのを初めに取り決めてしまいます。そこがちょっと違うと。正直言うと非常にこう多層構造になっているので、まあ、普通のゼネコンさんはそれやってしまうとですね、この辺の利益、自分たちがブラインドで取っている利益が全部バレちゃいますので、なかなかできない。はい、ありがとうございます。他には何かありませんか。まあ、本当に建物の話っていうのはなかなか分かるようで分からない話もいっぱいありますんで、講師ともどもですかね、仕事でも工場を建てる話、国内も海外もありましょうし、まあ、場合によって仲良くなってですね、家建てる話で相談しても、自分も家建てたんでしたっけ、はい、建てたんで、そこら辺の悩みなんかもいろいろ聞けるかと思います。ですね、それからまあ、ちょっとこれから休みちょうど20分ですんで、35分まで休みを取りますが、せっかくですからこの休みの時間は休みとして取っていただいてもいいんですが、名刺の交換タイムということで名刺もらっていってですね、後で何か相談ができる仲間が増えたというのがこのセミナーの特徴でもありますんで、ぜひともよろしくお願いします。としましたら田島さんにまた拍手よろしくお願いします。ありがとうございました。